本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。では早速インタビューをさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、本日収録を終えられての感想をお願いいたします。はい、今まさに撮り終わったばっかりなんですけれども、今回は絵がある漫画から音声が出てくるということだったので、できるだけその絵に合わせて表情とか動きとか距離感とかそういうのが合わせていけるといいなと思いながら、収録には臨ませていただいたんですけれども、いかがだったもんでしょうか。ちゃんとそんな風に皆さんに届いてるといいんですけれども、はい、またアニメとは違った感じの収録になったということですかね。そうですね、まあアニメの時にはその一応絵も動いているのでそれに合わせてになりますけれども、漫画の場合には多分読まれる方のスピードが各々皆さん違うんじゃないかと思うんですね。なのでできるだけその読まれる方が目線を動かした時にその動きが入るとか、その間をつなぐ何かみたいなものが入れられたらいいなと思って、空気感がつなげられればいいなとは思ってやらせていただいたんですけれども、はい、それではですね、演じられたキャラクターについての印象をお願いいたします。いや、イケメンですよ クォーターということで、長身イケメン、そして、喫茶店の店長ということで、もうそれは奥様、ね、ご近所の奥様を虜にしている、素敵な男性ということだそうなんですけれども、なんかこう笑顔で基本優しく対応してる中、主人公の葵くんに対してはどこかちょっとこうニコニコしながら、意地悪まではねないですけれども、なんか頑張ってやっておいでみたいなところとか、ちょっと強引なところというかそういうのもあったりとかして、今回は1話2話ということであまりそのたくさん出番があったわけではないんですけれども、これからもっとその彼の性格的なことだったり人間関係だったりそういうのがいろいろ出てくるのがとても楽しみだなと思えるようなキャラクターでした。はい、それではですね、演じる上で気をつけた点などございますか？そうですね、先ほどもね今ちょっと言ってましたけれども、すごくこう普段から常に笑顔で基本的に怒らないっていうキャラ設定を伺ってはいたんですけれども、その優しい中でも時にちょっとこう笑顔のまま強引にことを進めるみたいなところも、あるというようなことで、伺いましたので、そんな演出をつけていただいていたので、そこの部分がこううまいバランスで出せればいいなと思って、気をつけてはいたつもりなんですけれども、はあ、どうだったかなとても素晴らしかったと思います。素敵なお兄様、はい、それでは印象に残ったセリフやシーンなどありましたらぜひお願いいたします。はい、最初の葵くんと、圭一くんの出会いがあって喫茶店で再会して、そのいざこざがあったせいでちょっとこう葵くんが圭一くんに対して苦手意識というか、プンスカプンみたいなところがあったりするんですけれども、それに対して先ほどもね言ってました、笑顔な強引さで頑張ってっていうところがあるんですが、そこがすごくセリフとしてもシーンとしても印象に残ってますね。なんかその一言、その映像といいますか、あの表情と絵の表情と、セリフで多分そのシオンというキャラクターを皆さんにこう一発で分かっていただける部分なんじゃないかなと思って、印象に残ってます。はい、それではこのストーリー、今回演じていただいた、はい、アメイロココアのストーリーの中でおすすめのシーンなどありましたらぜひお願いいたします。はい、はい、もう僕の中ではですね、もう天海さんの天海さん人気が僕高く、推しメン天海さんですなんていうんですかね、こう豪放来楽というか、ね、風来坊的な感じと、それから、ね、ダンディーな風貌と、なんともこう見てて憧れる、男が憧れる男性っていうんですかね、一度はこんな人生を送ってみたいと思えるような、そんななんか素敵な男性なので、
にはですね、そんな天海さんが出てくるシーンがとてもとてもとてもって感じですそうですね、今後ももっともっと出るといいですよね。そうですね、少しだけだったのでね、はい、はい、それでは今後の展開で期待したいことなどございますか？今後の展開、まだまだね、あの2話の最後の方に新キャラクターがちょっとこうあの顔見せ程度に出てますけれども、きっとこれからもいろんなキャラクターが登場してくると思うんですが、どんなお話になるんですかね。すごいあの喫茶店の中でどんな展開が起こるかわからないんですけれども、どうしましょうね。でもいろんなイケメンたち揃ってますからね、いっそのことじゃあ変身して地球を守ってもらいましょうか天海さん司令官なのにいない、どこ行ったとか、そんなのも面白いんではないかと思いますが、いかがでしょうか先生ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、今回の作品はあの漫画から、セリフが音が出てくる、音声が出てくるっていうのはその今までにもいろんな媒体であったかもしれないんですけれども、合わせてその英語でもう、向こうの、ね、アメリカとかの、著名な声優さんが、同じ役をやって英語でも聞ける、で日本語の文字と英語で聞いたりとか、その反対もできるということで、いろんな使い方がしていただけると思うんですけれども、もちろんあの純粋に作品として楽しんでいただくこともできますし、楽しみながらもしかしたら英語の勉強とか、英語圏の方は日本語の勉強とかもできるかもしれませんので、そういった、まあ、教材っていうにはとっても楽しすぎるものだと思うんですけれども、いろんな使い方をしていただいて、楽しんでいただけたらと思います。はい、小菓子音役平川大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。